速稼塾の久保です。ちょっと運動不足で筋トレをするにはね、肩、体を壊してるんで、実はスイッチってのを買ってみました。3、4日ほど前に、Yahoo ショッピングで注文して、で、昨日到着したんですよ。で、こちらの本体ですよね。なんか、だいぶ今、値段が高いらしいですけども、これね、5万5千円ぐらいだったかなと思うんですよ。ただ、私にはこれ5万5千円で、私の感覚では、まあ、そのぐらいするんだろうなと思ったんですけど、定価って2万円か3万円ぐらいなんですね。ただやっぱり品薄の時はしょうがないですよね、値段が上がるのも。私はそういう意味で、時間が何よりも大事なんで、値下がりするのを待ってる間にね、どん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 体も衰えてくるし、それから自分が一番やりたい時っていうのを旬を逃しちゃいけないなって思う方なんで、まあ、買ってしまいました。で、今回買ったのがソフトウェアね。こちらのリングフィットアドベンチャーってやつですね。リングフィットアドベンチャーってのはどういうやつかっていうと、これが、箱なんですけども、さっきね、一回やってみたんですよ。これで、コントローラーを足につけてね。で、こっちの方にもコントローラーつけて、こうやって持つことでゲームに参加するんですよ。だからこれがコントローラーなんですよ。で、これを上にやったり下にやったり、なんかこう、あれですよ、スクワットしたりね、腹筋したりみたいな感じで、体を使いながら、探検、冒険をしていきながら敵を倒すってやつなんですけども、この感覚を私ね、ずっと求めていたゲームですね。いや、これは面白い。実はあんまり乗り気じゃなかったんですけども、まあ、うちの奥さんがね、これ欲しいって言ってたんで、どんなもんかなと思って話聞いてみたら、むちゃくちゃ面白そうだったんで、今そんな感じでゲームになってるんだと思って、私はね、即プッシュなんですよ。で、奥さん随分悩んでたらしいんですけど、私はもうこれ聞いた瞬間に欲しくなっちゃって、で、値段聞いてもね、ちょっと高くなってるらしいんだけども、私の感覚ではこれは、5万とか10万とかで全然費用対効果が合うもんだったんですよね。で、しかもね、これ、昨日到着したんで今日やってみたんですけども、もうね、15分ほど、ま、やってみたんですけども、すごい体使って今ね、ヘトヘトなんですよ。でもすごく面白かったです。これはね、多少出費はかさむんですけども、ただもう元を取ったような感じですね、1日目で。で、これで私も今筋トレができないんで、ストレッチをすごく重ねて汗だらだらでね、もう本当にいい運動になりました。で、部屋の中で思い切ってできるのがいいかなと思うんですよ。このテレビ画面に映し出して、ちょっと部屋もね、育児室なんですけど、今、ここね、十分できるんですよ、この部屋で。ここは8畳なんですけども、そこそこ家具が入っていて、そんなにね、飛んだり跳ねたりする空間ないかなと思ったんですけども、ちゃんとそういうふうな日本家屋のこう広さっていうか、そういうのを考慮して設計されてるんで、はっきり言ってね、畳2畳あったら十分これは楽しめます。ですんで、1DK とか 2DK のマンションでも、ちゃんとね、家具とか周りに置いた状態でできると私は思います。まあ、ただ足元とかはちゃんとね、整理した方がいいと思います。なんか踏んでね、足が痛くなっちゃいけないんで。ということで、今日はね、任天堂スイッチ、私ゲーム機を買うのは多分生涯初めてぐらいなんですけども、ずっとパソコンゲームだったんで、いや、こんなに進化してんだなと思ったらもう感激でございます。で、実際のゲームをしてるところっていうのは、今度またね、皆さんにお見せできるかなと思います。というよりも、これね、まだやってないんですけど、SD カードかなんかを入れて、ゲームの画面をそのまんま、記録できるらしいんですよね。もう本当に進化したというか、私が時代遅れなんですよね、きっとね。いや、こんな面白いゲームがあるんだったら、どん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 やってみたいなと思います、これ。リングフィットアドベンチャーね。これ、こういうので、コントローラーなんですよ。で、ちゃんと自分のね、体感に合わせて調整してくれるというね、親切設計でございます。今日はね、任天堂スイッチというものを、紹介してみました。リングフィットアドベンチャーですよね。ちょっと今、定価より高いですけども、定価の倍ぐらいはするんですけども、まあでも5万円ちょっとですか。まあ、今回ね、10万円給付とかもありますんで、それを半分ぐらいこれに使っても、きちんとね、40代の私の体に反映されてきて、フィットネスできていいかなと思いますんで、皆さんもお試しくださいっていうような金額じゃないかもしれませんけども、思い切って買ってよかったなと私の感想でございました。では、またゲームの実況させていただきます。